照り焼きの甘みが決めて。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのはミニストップより2019年11月29日に発売、そして2019年12月6日にミニストップ全店で発売したグリルチキン照り焼き、こちらご紹介したいと思います。本体168円、税込み181円となっております。クリスマスには定番のローストチキンのレッグの味付けをベースとしました幅広い客層に親しまれる照り焼きのチキンです。皮面にグリルマーク、焼き目を入れることで香ばしさが広がり、見た目にも美味しく食欲をそそぎます。おつまみにもおかずにもぴったりの商品です、という商品です。あ、開け方としてはこういう風になっております。まあ、ですね、なんかこう、こう入っております。こう切れ目が入っております。さあ、そしてこちらは小麦、大豆、鶏肉となっております。カロリーは1個あたり目安です、153キロカロリー、そして炭水化物は 3g となっております。こういう感じです。はい、でね、戻して食べていきたいと思います。はい、じゃあいただきます。うん、うまい。この照り焼きなんでちょっと甘めですけど、美味しい。美味しい。4です。もう万人受けできるこのグリルチキン照り焼き、美味しい。青麺が好きな人にはおすすめ。ぜひね、クリスマスのチキン食べてみたらいかがでしょうか。はい、この動画面白いなっていう方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれれば喜びます。ではじゃあね。